どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。3分リズムトレーニング、今回も始めていきましょう。今回は16ビートのチャです。テンポは100で3分間いきますからね、メトロノームに合わせて一緒に始めていきましょう。 C を押さえてください。 1,2,3,4 体を柔らかく、メトロノームよりちょっと自分の音が後ろにある方が乗れますからね。柔らかくこう捉えてください。 D マイナーいきましょう。力抜いてくださいよ。チャの時にこう意識するといいですね。 F チャク C です。体もねちょっと全体でこうリズムを取る感じ、ふんわり、あと1,2,3,4っていうのもいいかもしれません。 D7 気持ちがいい。16ビートのチャはねやっぱ気持ちがいいですね。 G7 ふんわりね、ガチャガチャなんないように力抜いてください。 C7 いきましょう。強弱結構大事ですからね。16ビートのチャバドンドスクタカツクドンドスクタカツク D マイナー、体を揺らしてください。 E7 外でも見ながらね、リラックスしながらこのリズム練習するのおすすめです。 A マイナー、止まります。はい、ちょっとコード早め、 F です。 G7 C A マイナー D7 G7 今度 A マイナー E7 C D7F、 気持ちがいいですね。ゆったりね。 G7 A7 F D マイナー G716ビートのチャ、テンポは100でやってみました。100ぐらいだとこうちょっとのんびりした感じの16ビートできると思うんですけど、これやっぱり力が入ってるとですね、あのリズムも力が入っちゃってガチャガチャになっちゃいがちなんで、柔らかくあのすごいソフトなイメージを持つとすごくいいと思います。はい、このね、ガズレレ3分リズム、レッスントレーニングシリーズのね、詳しい概要をですね、概要欄に貼ってるんで、ぜひそっちの記事もぜひ読んでいただいて、他にもいろんなリズムでね、レッスン動画、取り組んでいるんでですね、1日3分、いろんなリズム練習してるとですね、やっぱりね、すごくこう成長してくると思うんでね、楽しみながら、始めていってください。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。